ブライアン・カウエンは、アイルランドの政治家。フィアナ・フォイル、共和党所属の国会議員、共和党党首、労働大臣、エネルギー大臣、運輸、エネルギー、通信大臣、保険、児童大臣、外務大臣、財務大臣、アイルランド副首相、アイルランド首相を務めた。2008年5月8日に自らが率いるフィアナ・フォイル、共和党と、緑の党、 シンポ民主党で連立を組み、また無所属のドイルエアラン議員から指示を受けて、主犯指名を受けた。1984年にリーシュイコールオファリー選挙区で当選して、以来、ドイルエアラン議員を務める。閣僚として、労働大臣、エネルギー大臣、運輸、エネルギー、通信大臣、保健、児童大臣、外務大臣、 財務省大臣を歴任し、2007年から2008年にかけては副首相も兼務した。2008年4月9日には、バーティ・アハーンの公認として、共和党党首に選出される。2008年5月7日、ドイル・エアランは、前日にアハーンが首相を辞職したことを受けて、カウエンを新首相に選出した。就任後数週間で、新政権はアイルランドの金融。 銀行危機に直面した。いずれの危機にも歯止めをかけることができなかったことで大きな批判を受け、最終的にはアイルランド政府が王権連合と国際通貨基金に財政支援を正式に要請することになったが、アイルランド国民の屈辱と広く受け止められていた。カウエンのリーダーシップにより共和党に対する国民の支持率は記録的な低さに落ち込み、 カウエンはアイルランドの世論調査史上最低の支持率を記録し、一時は8%の支持率を記録したこともあった。2011年1月の内閣改造に失敗し、政治的圧力が高まる中、カウエンは共和党党首を辞任したが、その数ヶ月後に行われた総選挙まで党首を務め、その時には政界から身を引いている。サンデータイムズ紙は、 カウエンの在任期間を悲惨な失敗と評した。2011年にはアイリッシュインデペンデント氏はカウエンを国家の歴史の中で最悪の首相と呼んだ。ブライアン・カウエンは1960年1月10日にオファリー県クララにおいてバーナードと名の間に生まれる。父バーナードは共和党に所属しドイル・エアラン、シャナズ・エアラン議員を務めていたが、 1984年に死別する。一家は、クララでは、住んでいた家の近くにパブを所有しており、バーナードは、オークショニアとして、ブライアンも幼い頃から、父親のパブで、バーテンダーとして働いていた。ブライアンには、クリストファーとバリーの二人の兄がいる。バリーも、政治の世界に足を踏み入れており、共和党に所属し、オファリー県評議会の議員を務めている。 一番上の兄クリストファーは、一家が所有するパブを経営している。しかし、一家が所有する旧家とパブは、町の開発のために取り壊されることになっている。カウエンは、クララ国立学校、死闘会系のアードスコイルナウブ・キアレンで学び、12歳の、時に寄宿生として、ティペラリー兼ロスクレイにある、セント・マウント、ジョセフ死闘会カレッジに入学する。 その後、ユニバーシティカレッジダブリンに進み、法学を学ぶ。その後ダブリンのアイルランド法学会の事務弁護士の資格を取得する。1984年、ドイルエアランの現職議員だった父バーティが死亡したことを受け、リーシュイコールオファリー選挙区での補欠選挙が実施された、結果、カウエンは当選を果たす。 当時のカウエンは24歳で、第24期のドイルの中で最年少の議員となった。また同年に、オファリー県評議会議員にも選ばれ、父親の議席を引き継ぐこととなった。その後カウエンは1992年まで、両方の職を兼ねることになった。カウエンは、初当選から7年間、一般議員として、経験を積み重ねてきた。 1989年の総選挙で共和党が進歩民主党と初めて連立政権を組んだ際、カウエンはその連立に対して猛烈に反対した議員グループに加わった。その2年後の1991年11月、当時財務大臣だったアルバート・レイノルズが共和党党首選挙で現職のチャールズ・ホーヒーに挑む。カウエンはレイノルズと結束し、 直ちに、カントリーウェスタンパーを結成する。この名称は、レイノルズの支持者の大部分が、地方出身議員であったことや、レイノルズが1960年代に、ダンスホール事業で財を成したことに由来する。レイノルズは今回で2度目の挑戦であったが、結果当手に選出され、これを受けて、ホーヒーは1992年に、首相の座を追われることになった。 レーノルズは32歳になったばかりのカウエンについて、労働大臣として初入閣させた。ところが、カウエンは閣僚に選ばれたにもかかわらず、連立を組んでいた、シンポミニ首党に対して厳しい態度をとっていた。このことは1992年3月の共和党党大会で顕著となる。党首レイノルズの演説で会場が盛り上がりを見せていた中で、カウエンは、 連立に対する自らの態度を率直に示し、進歩民主党はどういうものなのか。一体いつになったら、連立から外すことができるのだと述べている。1992年の総選挙でドイルは、多数を占める政党が現れず、そのため全ての、主な政党の間で、連立協議が行われた。カウエンは、ノエル・デンプシーやバーティア・アハーンと共に、 共和党を代表して労働党との連立協議に臨む。両党との間で合意がまとまり、カウエンは、ウニュ、エネルギー、通信大臣に任命される。在任中、カウエンは、議論を呼ぶことになる。シャノン空港における途中後期規制を緩和する、決定を行い、これにより、シャノン空港への途中後期は、ダブリン空港発の大西洋横断航路に限られる、ことになった。 この決定については、意見が分かれ、会議員の仕入れでバレラが抗議のために、共和党を離党した。1994年10月、担当閣僚として、自らが、荒金堀県の交付審議中だった、アルコン社について、カウエンが、同社の株式1000株を保有していたことが発覚した。カウエンは直ちに株式を売却し、ドイルで事態について謝罪した。 その後1994年にアルバート・レーノルズが首相職と共和党党首職を辞任する。バーティアハーンが代わって新党首となるが当時の共和党は野に下っていた。カウエンは最前列席議員連の一人として農業、食料、林業や保険について活動していた。カウエンとアメリカ合衆国国務長官。 コリン・パウエル1997年の総選挙で共和党が政権に復帰しカウエンも新設された保健児童大臣に就任するカウエンは保健児童大臣に在任していた期間について地雷が何の前触れもなく爆発しそうでアンゴラにいるかのようだったと表現している在任期間中カウエンは1999年の長引く看護師のストライキや 病院のベッド数不足と患者の混雑といった難題に取り組まなければならなかった。その後、カウエンは2000年1月に保健、自動省から外務大臣に転任された。カウエンの外傷在任中には北アイルランド和平プロセスやその他の国際関係、特にアイルランドが国際連合安全保障理事会非常任理事国となったことなど、 困難な外交課題が山積していた。2003年に、カウエンは外務大臣としてアイルランド及び政府に対して厳しい態度を取ってきた北アイルランドの民主統一党党首ヤン・ペイズリーの批判の標的とされた。投資自社の群衆やテレビカメラ、ラジオレポーターの前で、ペイズリーはカウエンの外見を罵倒し、またカウエンの母親をも侮辱する発言を放った。 2004年にアイルランドが欧州連合理事会議長国となり、また欧州連合が拡大していった中で、カウエンは重要な役割を担った。2004年9月、財務大臣を務めていたチャーリー・マクリービーが欧州委員会委員となることを受けて、その後任にカウエンが選任された。2004年12月1日にカウエンの下で初めて組まれた予算案が発表され、 その内容は歳出を9%増やすという積極的なものと受け止められた。2005年のガウエンの2度目の予算案では新たな児童福祉のための総合政策向けのものが多くを占めるものとなり、また2007年以降は課税の抜け道となっていた制度を厳格化し税金逃れの金持ちを税制の網にかける施策を盛り込んだ。また所得税制の見直しで 5万2000人の低所得者層を課税対象から外し、また9万人の中間所得層についても従来高課税としていたものを取りやめた。2007年度の予算編成では、同年に行われる総選挙を見越し、歳出を取りまとめた。総額37億ユーロの歳出には、最高所得税率を42%から41%に引き下げたほか、 年金や社会福祉手当の増額、環境保護対策といったものが含まれている。これらの政策を打ち出すものの、2008年1月には、経済の見通し不安に対して無策であるという批判を受けている。ホワイトハウスで、聖パトリックの祝日のシャムロックのボールを、バラク・オバマ米大統領にプレゼントする、ブライアン・公演閣僚に在任してきた間、カウエンは、メディアの間で、 バーティやハーンの後継の筆頭候補として取り沙汰されてきた。2002年にメアリー・オルークの後任として共和党の副党首に就任したことでカウエンの立場は強化され、さらにその後首相候補がつくと言われる財務省にも任命された。2008年4月5日、カウエンは前日にブライアン・レニハンとメアリー・コクランの後押しを受けて、 共和党党首選挙に立候補した。その4日後に、カウエンは、第7代党首に選出され、5月6日に就任した。2008年5月7日、カウエンは、ドイルエアランから、首相指名を受ける。指名選挙の投票結果は88対76で、あり、指名を受けた後に、大統領メアリー・マッカリースから首相に任命され、新政権を発足させた。 その後アイルランドは経済危機に瀕し、カウエンも避難にさらされることとなる。2011年1月18日に党首信任選挙を行い信任は得たものの、続投に反対する閣僚6人が内閣を去ったため、同年3月11日までに解散総選挙を行うことを表明。1月22日には党首を辞任すると発表した。首相職には、 総選挙の時点までとどまった。2009年1月に来日している。就任後、カウエンは第28次内閣を結成し、共和党、緑の党、新歩民主党、そして当初は3人の無所属の国会議員の間で再編成された連立政権となった。メアリー・コクランを副首相に、ブライアン・レニハンを財務大臣に起用したことは、 経験がないとして、アイリッシュタイムズ紙に、不適切と批判された。2008年6月12日の国民投票で、リスボン条約の批准が拒否されたことについて、一部メディアや政治評論家は、カウエム政権に対する反発という見方を示している。アイリッシュインデペンデント紙は、国民投票の結果を、ここ数十年で最大の政治危機と表現した。 コラムニストのブレンダー・オコンナーは投票結果についてカウエンとその支持者にとって屈辱的な失敗と評しているこの結果はカウエン自身が引き起こしたものという見方もあり2008年5月12日にラジオのインタビューでカウエン自身もリスボン条約をまだ読んでいないと発言していた2009年10月に実施された第2回リスボン国民投票で 憲法修正第28条が成功したことで、最終的にこの条約はアイルランドの有権者によって承認された。チェリーウッドにて2008年10月14日、世界的な金融危機の影響で、通常の12月から前倒しされた2009年のアイルランド政府予算が発表された。長年で最も厳しい予算と評された、この予算には、 所得税の負荷や女子生徒への HPV ワクチンの中止など多くの物議を醸す措置が盛り込まれた。予算の他の結果は指定された四季一以上のすべての労働者に課されている新しい所得税と北アイルランドとの国境近くの軍事兵舎の数の閉鎖が含まれていた。医療カードの廃止と大学授業料の復活が提案されたことで国民の反発が起こった。 教師や農民の間では一連のデモが続き、2008年10月22日には、少なくとも2万5000人の年金生活者や学生が連帯し、ダブリンのレンスターハウスと首相庁の外に降り立った。ダブリンの通りで抗議行動がすれ違う際には、年金生活者の中には学生を応援する姿も見られた。教育への変更は、 プロテスタントの中等教育学校が受けるべき削減の不釣り合いなレベルと見られていたものについてアイルランド聖公会の3つの司教との閣僚会議に繋がった。ローマカトリック教会の代表者は教会の庇護のもとではない初等教育の生徒に宗教的な指導を提供し続けることができるとオキーフによって保障された。政府内での反乱により不満を持った。 連立政権の議員の脱退が相次いだ。ウィック・ロー県の上ハン議員は医療カードの変更案に抗議し、共和党を辞職した。他の二人の政府下院議員とともに、医療カードとガンワクチンに関する二つの重要な議会投票で、以前の同僚に反対票を投じた。これらの離反により、アイルランド政府の12人の過半数が4分の1に減少した。 2007年の選挙後、政府指示に同意していた、無所属のフィニア・マクグラス議員も、政府からの指示を撤回した。ある高官の政治筋は、予算は起こるべくして起こった事故だったと述べた。欧州連合の安定、成長協定では、EU 諸国は、財政赤字対国内総生産品を3%以下に、抑え。 債務対国内総生産費を60%以下に維持することが義務付けられている。2008年10月31日、欧州委員会はアイルランド政府に対し財政赤字が EU の要求する財政赤字大国内総生産費3%を超えたとして赤字超過手続きを開始した。アイルランドの財政赤字は2008年には5.5%。 2009年には6.5%になると予想されていた。この対応により様々な分野で提案されていた変更案が取り消された。2008年12月6日、アイルランド食品安全局は豚のごく一部から有毒レベルのダイオキシンが検出されたことを理由に9月1日からのアイルランド産豚肉のリコール、撤退、廃棄を命じた。 カウエンはさらにアイルランド産豚肉の市場からの5日間の撤退を承認した。加工業者は金銭的な保証を受けるまで豚の屠殺を再開することを拒否したため、数日のうちに国内各地の豚加工工場で数千人の雇用が失われたり、脅威にさらされたりした。カウエン内閣は野党の縁だ、ケニー党首が政府の対応を大惨事と呼ぶなど、 過剰な対応をしたとの批判を受けた。アングロアイリッシュ銀行の不動産融資へのエクスポージャーが高く、そのほとんどが建設業者や不動産デベロッパー向けの融資であったため、2008年のアイルランド不動産市場の低迷により大きな影響を受けた。2009年1月15日、15億ユーロの資金を注入して銀行の再建を試みた後、 政府は銀行を国有化するための措置を取ることを発表した。2009年のアングロアイリッシュ銀行法は2009年1月21日に同銀行の全株式を財務大臣に譲渡することを規定しアイルランドの法律に基づいて制定された。同日、アングロアイリッシュ銀行は有限会社として再登記された。当時のオブザーバーは 政府の銀行破綻への対応が遅かったとコメントしており、サンデータイムズ紙は国有化は他の欧州の政府にとっては十分だったが、ブライアン・カウエン政権は壁に背を向けるまで避けられなかったと述べている。あまりにも頻繁に事態をコントロールするのではなく事態に反応していると見られている。2009年4月に成立した第二次緊急予算では、 国内総生産の10.75%という財政赤字に対処した。予算の内容は、前年の所得税を2%、4%、6%に倍増すること、タバコ1箱と、経由1リットルの物品税を引き上げること、アイルランドの銀行から不良債権を取り除くための資産管理機関を新設すること、2010年までに、 早期保育の補助金を段階的に廃止し、3歳と4歳の就学前教育への補助金に置き換えること、社会福祉を少なくとも2年間は増額しないこと、などであった。カウエンは、緊急措置は必要だと擁護した。予算に対する国内外の報道機関の反応は、おおむね好意的で、英国放送協会の経済部門編集者は、 この緊急手続きからイギリスが学ぶべき教訓があると、報じ、欧州委員会はこの予算を、決定的な行動の一形態と称賛した。しかし、カウエン政権の政治的な運勢を復活させることは、ほとんどできなかった。2009年6月5日に行われた選挙で、共和党が敗北し、欧州議会の議席の半分を失った後、共和党は6月9日に、 カウエンに対する不信任動議を提出した。カウエンは85対79という僅差で投票を勝ち抜いた。2009年9月3日、アイリッシュタイムズ TNS のマビー世論調査によると、カウエンに対する満足度は6ポイント下がり15%となり、77%の有権者がカウエンに不満を持っていると答えた。 アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス大統領と会談している公園コソボのキャンプクラークのブライアン、カウエン首相訪問のための記念席2009年12月9日に発表されたカウエン政権の14ヶ月以内の3度目の予算は国が債務超過に陥りかけているという現実に直面していた。2010年の予算は 国の赤字から40億ユーロが削減されたことから、アイルランド国内のみならず世界のコメンテーターからも厳しい言葉で評され、アイリッシュタイムズ紙は国家史上最も緊縮的な予算と評した。この予算の特徴は、公共部門の労働者の給与削減と社会福祉の削減であった。英国放送協会によると、社会福祉の削減は1924年以来、 実施されていなかった。2010年2月には、カウエンは、国家資産管理庁は、国際通貨基金にもかかわらず、経済への信用の供給を増加させるだろうという、主張を擁護した。カウエンは以前、生を通じた、銀行再編における政府の目的は、この危機的な時期に、アイルランドのビジネスにとってより多くの信用を得る、ことができるようにすることであると述べていた。 2009年9月には、ブライアン・レニハン財務大臣も、同様の見解を示し、企業や家計への融資拡大につながると述べている。カウエンは、2009年4月に、IMF が、ブライアン・レニハン財務大臣に対し、生が、銀行の融資の大幅な増加にはつながらないだろうと、述べたことを受け、2月8日に発表された報道に、対応したものである。 情報自由法に基づき公開された財務省の内部文書に掲載されている。この発言は2010年5月に生の取締役に就任する予定だったスティーブン・シーリグ国際通貨基金の交換によるものである。2009年4月29日に財務省で行われたブライアン・レニファンと IMF 関係者とのプライベート会合の議事録には IMF は生が アイルランドの銀行融資の大幅な増加につながるとは考えていないと記載されている。政府は2009年4月に計画が発表されて以来、生による銀行からの不良債権を国債で買い取ることで経済の信用の流れが増えると主張してきたが、アイルランド政府は生が銀行からの不良債権を国債で買い取ることで経済の信用の流れが増えると考えている。 レニハンは2009年9月の生放の公表で銀行の資金調達の立場を強化・改善し実行可能な企業や家計に貸し出すことができるようにすると述べた。IMF は公表された報告書の中で国内の銀行が最大350億ユーロの損失に直面すると試算しているが、同省はこの損失の一部は 営業利益と一部の貸し倒れ引き当て金で賄われると指摘している。2010年5月15日にアイルランド放送協会で放送された番組でカウエンは後から考えれば不動産ブームを冷やすために固定資産税を導入すべきだったと述べた。野党のエンダ・ケニー党首は財務大臣としての行動を擁護するカウエン首相の答弁に対し アイルランドの経済危機における自身の役割を手を洗ったと非難した。ケニーは、コークでの最前列席議員連会議で共和党が老齢年金の削減を検討することで恐怖を広めているとも主張した。申し訳ないという言葉は共和党が認識、理解していない言葉だとケニーは党員に語った。ケニーは、カウエン首相が 自身の個人的な事件処理を擁護する中で、財務大臣を務めていた4年間、経済を岩の上に追い込んだことを認めようとしなかったと述べた。カウエンは、他の誰もが責任を負うことを期待しているが、自分には責任を負わせていない。これは、担当者によって現れた手の別の例であり、アイルランド経済を破壊し、多くの人々に、 経済的な苦境を押し付けた責任を受け入れることを拒否しているとも述べた。統一アイルランド党党首は、地方議会ができる最善のことは3つの保留中の選挙、または総選挙を保持することだったと述べた。2010年6月15日、カウエンはアイルランドの銀行危機への対応で政府の政策を批判した2つの報告書の発表後、 統一アイルランドとによって提出された二度目の不信任動議に直面した。カウエンは再び82対77でこの動議を乗り切った。2010年11月21日夜にカウエン首相はフランスやドイツを中心とする他のユーロ圏諸国からの圧力に長い間抵抗してきたアイルランドが欧州連合の欧州金融安定基金と国際通貨基金に正式に 資金援助を要請したことを確認した。2010年11月28日、欧州委員会は850億ユーロの救済措置に合意した。その内訳は、欧州金融安定化メカニズムから225億ユーロ、IMF から225億ユーロ、欧州金融安定基金から225億ユーロ、イギリス、デンマーク、スウェーデンからの二国間融資である。 残りの175億ユーロは国民年金準備基金からの国の拠出金やその他の国内資金から拠出される。この救済措置はアイルランドのアイデンティティの大部分を形成する遺産であるアイルランド独立のために長い間戦ってきた闘争を裏切るものであり国民の屈辱であるとアイルランド国内では広く見られていた。アイリッシュタイムズ氏は以下のように述べた。 2010年11月24日、カウエン首相は2014年までに経済を安定させるための4年間の計画を発表した。この計画には、社会福祉の大幅な削減、最低賃金の引き下げ、法人税率の低さを維持したままの付加価値税の引き上げなどの不人気要素が含まれていたため、大きな反発を受けた。このような政治的な混乱を受けて、 カウエンは2011年の予算編成が完了した後、2011年初頭に選挙を行うことを示唆したがその時点では具体的な時期については明言しなかった。トム・ライオンズとブライアン・キャリーの著書ザ・フィッツ・パトリック・テープスの出版後、アングロアイリッシュ銀行の会長であるショーン・フィッツ・パトリックとブライアン・カウエンの間でこれまで未公開だった2回の面会が行われていたことが 明らかになった。一つ目は2008年3月、カウエンがベトナムに滞在し、カウエンが当時の財務大臣であった時の電話であった。二回目は2008年7月28日に、ウィックロー県のドルーズグレンで行われた。当時、アングロアイリッシュ銀行は不動産市場の低迷により、大きな影響を受けていた。2008年9月28日、アイルランド政府は、 アングロ・アイリッシュ銀行、アライド・アイリッシュ銀行、アイルランド銀行を対象とした銀行保証の導入を決定した。ショーン・フィッツ・パトリックは2009年1月、アングロ・アイリッシュ銀行の隠し融資問題をめぐって辞任を余儀なくされた。会談は7時間にもわたって行われ、フィッツ・パトリックとアングロ・アイリッシュ銀行の取締役2名とのゴルフとその後の夕食会で行われた。 割り当てられた時間を大幅にオーバーしたドイルエアランでの白熱した首相質問の中でカウエンはアングロアイリッシュ銀行について議論されていたことを否定した。しかしシンフェイン党国会議長のケビン・オキオランの質問にカウエンはアングロアイリッシュ銀行の取締役であるゲーリン・マクガンと中央銀行の取締役で現在は コンサルタント会社のインデコンの常務取締役を務めるアラン・グレイの二人が出席していたことを認めざるを得なかった。カウエンは会議は社交的なイベントだったと主張しているが、グレイは経済活性化のための経済アドバイスをするために招かれたと述べている。副首相のメアリー・コクランは会議の目的を共和党の資金調達者と説明した。カウエンは その後、議会の外でこのような告発を繰り返した場合には、オキオランを告訴すると脅している。オキオランははこれに反発し、公の場で告発を繰り返し、カウエンに法廷に連れて行くよう求めた。カウエンとフィッツパトリックとの面会が発覚したことで、波紋を呼んだ、労働党のイーモン・ギルモア党首は、カウエンの政権不信任案を、第三次動議として提出する計画を発表した。 しかし、当時のカウエンの当面の懸念は、党内から共和党党首を辞任するよう圧力がかかっていることであった。カウエンは2011年1月16日、自らの意思で党首を辞任することはないと発表したが、2011年1月18日に開かれる共和党の党議会で、無記名投票で決定される党首信任決議案を提出することを表明した。 ミホル・マーティン外務大臣は、この動議に反対票を投じることを公言し、事実上カウエンの指導力への挑戦者となった。2011年1月18日の夜、政府の主席秘書官、ジョン・カランは、正確な数は秘密にし、投票用紙は、補償断されていたが、カウエンが、新任投票で勝利したと発表した。カウエンはまた、マーティンの辞任を、 しぶしぶ受け入れたと発表した。しかし翌日、カウエンは、ノエル・デンプシー、ダーモット・アハーン、トニー・キリーン、メアリー・ハーニーの4人の閣僚を辞任に追い込んだ。辞任した閣僚はすでに2011年の総選挙への出馬を辞退していたが、これは、カウエンが選挙に向けて、党の立場を強化する、可能性のある新しい閣僚を任命するためのものだった。しかし、 連立政権の一部である緑の党は再編成について相談を受けていなかったことに憤通りを表した。緑の党はそれに応じ、カウエンが意図した公認者を支持することを拒否した。緑の党はまた、カウエンが総選挙のための確固とした日付を設定しない限り政府から撤退すると脅した。カウエンが再編成を発表するために、 議会で演説した時には、緑の党は欠席し、その日議会で席を取っていなかった。さらに、緑の党の党首であるジョン・ゴームリーは、連立政党間の信頼関係が大きく侵食され、おそらく取り返しのつかないことになったと公言した。その時点で、共和党党員は、以前に党の信任運動で、カウエンへの支持を発表したものを含め、カウエンの指導力に疑問を持ち、 選挙前に辞任を迫り始めた。共和党の支持率は14%と過去最低を記録していたが、失敗に終わった。再編成の結果、8%にまで落ち込んだ。連合の分裂、党内での反発、広報活動の失敗に直面し、カウエンは2011年1月22日に共和党党首の辞任を発表した。しかし、 2011年予算の法案を完成させるために選挙までは党首を続けると主張した。辞任はカウエンの行動の結果を沈めるものではなかった。労働党のイーモン・ギルモア党首は2011年1月26日に不信任案を提出すると発表した。野党のエンダ・ケニー党首もカウエンがメアリー・マッカリース大統領に 議会の即時解散を要請しなかった場合、自党は労働党の同義に先立ち、党首への不信任動議を提出すると発表した。1月23日、カウエンが辞任を表明してから24時間も経たない、うちに、緑の党は連立協定を破棄し、ゴームリーとイーモンライアンの二人の大臣を政府から引き抜き、カウエンは受け入れた。これにより、 カウエンは少数派政府のトップに立つことになり、7人の閣僚を要することになり、議会では2回連続で不信任投票に直面することになった。2011年1月24日、ブライアン・レニハン財務大臣は、統一アイルランド党、労働党、緑の党の代表団と会談し、最終的な合意に達した。労働党と統一アイルランド党は、 金融法案が28日金曜日までに国会で最終決定されるという合意と引き換えに不信任動議を取り下げることに合意した。議会は2011年1月27日に財政法案を可決し、1月29日にはシャナズがそれに続いた。これを受け、カウエンは2011年2月1日にメアリー・マッカリース大統領に議会の解散を要請した。 アイルランド憲法上の観光に従い、マッカリースは解散を正式に認めた。カウエンは、その後、総選挙を2011年2月25日に前倒しすることを確認し、議会の議席を争うつもりはないと発表した。27年の政界を経て引退するとも述べた。カウエン政権への憤りは、総選挙での共和党の失敗につながった。共和党は、 アイルランド国家史上最悪の敗北を喫し、わずか20議席で3位に落ち、1927年以来、初めて議席数で最大政党とならなかった。野党の縁が、ケニー党首が、カウエンの後を継ぎ、統一アイルランド党、労働党の連立政権を率いて2011年3月9日に就任した。新しい議会が招集された時、カウエンは、 国会議員ではなくなり、会会を主催することができず、共和党党首のミホル・マーティンと対人中の、ブライアン・レニハン財務省が代わりに、政府の最前列席議員連に出た。タブロイド紙や大衆メディアでは、カウエンを、ビフォと表現することがある。ビフォとは、オファリー県出身者に対する別称で、ビッグ・イグノラント・フェロー・フロム・オー・フリーの頭文字に由来している。 これに対して、カウエン自身は、ビフォーとは、ビューティフル・インテリジェント・フェロー・フロム・オー・フリーだと、反論している。また、アイリッシュ・インデペンデント氏は新たに、グラッファローというアクロニムを作り出した。ウィキリークスによると、アイルランドのアメリカ外交官は、リークされた米国大使館の文書に、記載されているように、ビフォーというニックネームが、ブライアン・カウエン前首相に、 特に適用されたと報告している。ウィキリークスに掲載されたカウエンの率直なプロフィールの中で、当時のトーマス・フォーリー米国大使は、カウエンを太っていて、無愛想と評し、公共のイメージにあまり関心がないという評判があると述べている。同大使はまた、カウエンが頻繁にパブに通い、歌うのが好きだと述べ、前任者のバーティー・ヤハーン氏よりも親しみやすいだろうと。 述べている。カウエンは、ドイルエアランにおいて、品格がないということで批判を受けている。ドイルでの激しい論戦が終わって、カウエンが、席に着き、副首相のメアリー・コクランと変わった際に、議場内のマイクが、ふんやろうというカウエンの声を拾っていたことから、品格がないと評されることになった。この発言について、直後にカウエンは謝罪している。カウエンは、 公然と党内の同僚から批判を受けている。その中には、インタビューで、カウエンが、コミュニケーションと協議の不足に悩まされていると述べ、内閣内に、三権分立が出現しているとの懸念を表明した、ものも含まれている。芸術家であり、教師でもあるコナー・キャスビーは、斬新な批判の中で、アイルランド国立美術館とロイヤル・ハイバーニアン・アカデミーに、 カウエンのヌード絵画を展示した。カウエンは2009年12月の第3次予算編成に向けての取り組みの中で無能であると批判された。カウエンは我々の優先事項は財政の安定化であると述べたが、これはアイルランド国民が2008年の優先事項であると言われてから1年後のことである。モーニングアイルランドに出演中のカウエン2010年9月14日。 アイルランド放送協会のモーニングアイルランドでのインタビューの後、カウエンは統一アイルランド党のサイモン・コベニーから、まるで酔っているか二日酔いのような声であると評された。インタビューは、ゴールウェイのアーディランホテルで開催された、共和党の年次議会前会議の二日目の朝に行われた。カウエンはこの疑惑を哀れと表現して否定した。しかし、 海外メディアからは否定的なコメントを受け、国内メディアからはうがいゲートと呼ばれている。その後、アメリカのトーク番組、ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジェーレノに登場したカウエンについての簡単な寸劇は、ホストのジェーレノがカウエンを酔っ払いのバカと表現し、アイルランドのメディアで報道され、カウエンのパブリックイメージをさらに傷つけた。翌日のインタビューでは、 最高のパフォーマンスではなかったので、お詫びしたいと謝罪した。声に誘生があったと主張し、二日酔いだったことを否定した。この出来事について2017年に、カウエンは、疲れていたが、酔っていたわけでも二日酔いだったわけでもないと述べた、インタビュアーによって立証された。アイルランドでのカウエンの満足度は18%にまで落ち込んでいたが、2010年8月には、 ニューズウィーク市の世界トップ10にランクインし、アイルランド経済への対応を称賛した。ウォールストリートジャーナル市は、カウエンは、現代最悪の経済危機を主催したとしているが、ニューズウィーク市は、デイビッド・キャメロン、モハメド・ナシード、ニコラ・サルコジ、オン・カホーに次ぐ、世界第5位にランク付けしている。C ジャーナル、IE によると、カウエンは、 有権者の支持率は8から10%とアイルランドの世論調査の歴史上最も人気のない現職議員と評した。2011年1月の時点で共和党の支持率は過去最低を記録しており14%でシンフェイン党と同率の3位につけている。カウエンは共和党党首になってからも選挙に臨むことなく首相になった唯一の党首である。 管理下にあった共和党は2010年11月に国際通貨基金と欧州中央銀行によるアイルランド経済への介入を受け2011年2月の総選挙では選挙人の支持率が75%も低下したカウエンはコミュニケーション能力に乏しく有権者との結びつきが弱いと批判された歴史家のディアマイド・フェリターはカウエンの恐るべき コミュニケーション能力と自己破壊的な頑固さをフィアンナフェイルに最も大きなダメージを与えたと評している。党の選挙での敗北の規模が明らかになるにつれ、カウエンは政府での決定の責任を認め、党首としてまた過去の大臣としての立場から私は全責任を負う。ヘリクをこねたり、そうでないことを示唆したりしたことは一度もないと述べた。 2014年5月、カウエンは石油チェーンのトパーズエネルギーの取締役に就任した。2015年2月にはビーコン病院の取締役に就任した。2015年4月、カウエンはダブリンでデモ隊に襲われ卑劣な奴、裏切り者と呼ばれた。2017年7月、カウエンはアイルランド国立大学から名誉博士号を授与された。 50分間の受諾演説の中で、金融危機の間のアイルランドに対する欧州連合の行動を批判し、不況の間にこれほど多くの雇用が失われたことに、遺憾の意を表明した。受賞式の後、大学はカウエンへの受賞を決定したことについて、批判に直面した。リムリック大学の全学長兼創設者、エド・オルシュは、抗議の意を込めて、 自身の名誉博士号を手渡すことを発表し、2018年11月14日に実行した。2019年7月5日、カウエンは大規模な脳出血を起こして、ビーコン病院に入院した。その後セントビンセント大学病院に転院し、5ヶ月間を過ごした後、身体リハビリテーション施設に移った。2020年2月現在、カウエンは、 昨年の脳梗塞の後に入院しているが、着実に進歩を遂げている。カウエンは、メアリーモロイと結婚し、二人の娘を設ける。ゲイリック体育協会の会員となり、現在もクララにある、同協会支部の会長を務めている。また1980年代初頭には、オファリー県のゲイリックフットボールチームにも参加していた。 カウエンは地元オファリーの選挙区ではパブで有権者と交流を深めることが多い。2003年5月にはタラモアのザ・ブルーリータップパブが進めていたチャリティ CD 計画にも参加している。この CD の収益金は寄付されたが、計28曲が収録され、その中にはカウエンが歌ったフィルコーレターのザ・タウン・アイラブド・ソウェルも含まれている。 2007年5月にカウエンはホットプレス誌のジェイソンオトゥーレに対して学生の頃に友人の間でマリファナが回っていたことがあって私はクリントン大統領とは違って吸っていたと話したクリントンがマリファナ吸引疑惑について追及された時にアイディドゥントインヘエルと答えていたのに対してカウエンはアイディドインヘエルと答えたものありがとうございます